はい、皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は見ながら掘れる木彫り動画でこのアマビエを掘っていきます。以前あげたアマビエの、動画は紹介動画みたいなものだったので、今回改めて掘っていきたいと思います。こちらが、アマビエを掘るのに使う型紙になります。こうやって完成したものと比べるとちょっと形は違うんですが、型紙としては十分使えるのでこれを使っていきます。コメント欄、概要欄にダウンロードできる、リンクを貼っておくので、自分も掘ってみたいという方はそちら使ってみてください。使う木材はいつもと同じ、ダイソーで売っている切り材ですね。幅は、3センチぐらいのものになります。アマビエを掘るのに使う彫刻刀はこちらになります。この5本の、販売している基本セットと同じ彫刻刀、小刀の左、2部4部で平刀の4部、極浅の、1部と1部半だったかな。はい、この5本と、中浅丸の2部、これは、鱗を掘るのに使います。で、使わないと思ってて今回掘るのに、すごい使った彫刻刀がこちら、1部の平刀になります。これは荒彫りの時にこの紙の下とかそういったところを掘るのに、すごいたくさん使いました。なのでアマビエを掘る時にはこれも必須の彫刻刀としてこれからは書いていこうと思います。で、これは必須じゃなくて、なくても大丈夫といえば大丈夫なんですけど、あった方が良さそうだなと思ったのが小刀右の2部と4部、特にこの2部、この下の切り込みとか入れる時に使うのと、あとこういう仕上げの時とかに左だとちょっと仕上げしにくいなっていうところで使いました。まあ、でもなくてもまあ大丈夫かなとも思うので、あったら便利っていう感じでした。これらの彫刻刀を使って掘っていきます。彫刻刀以外では小さい差し金と小さいノコギリ、あとは木材切るときに使う、まあ、中ぐらいのノコギリですね。あとはまあペンとか鉛筆とかそういったものがあれば大丈夫です。それではまずは木彫りに入る前の下準備からやっていきます。この4つある木の面から、正面の面を決めます。こうやって4つの面のうち一番綺麗な面、それでいいです。正面が決まったらその面に矢印を書きます。正面の面でこっちが上ということですね。これができたら木材に中心線を引きます。4面すべてに引きます。木材の4面に中心線を引きました。ここまでできたら正面の型紙を写します。中心線を合わせて、はい、写せました。ここまでできたら、この下のアマビエと台の間の線を、木材に描きます。こう合わせて下の線の位置を描いて、これを差し金でぐるっと一周引きます。はい、ぐるっと一周線を引きました。これができたら裏面を引きます。裏も中心を合わせて、はい、それではこの線からはみ出た部分を取ります。ではこの上の部分、これを平刀で、線の外側の部分を斜めに落とします。はい、斜めに落としました。こっちも取ります。はい、裏面も取ります。ではこれができたら、この斜めの部分の内側のところ、これを取ります。平刀で上からついて取ります。はい、片面からある程度ズバッと取ったら、とこちら側はきれいに取れてて、こちら側がまだ取れていません。なのでひっくり返して同じように上からつきます。これでここの部分が取れました。でここができたら手の下側の部分、ここをノコギリをまず入れます。ノコギリが入れ終わったら、小刀を使ってさっきと同じようにまず斜めに落として、その後その内側を取ります。
これで正面の外側は取れました。ここまでできたら次は側面の余分を取っていきます。木材を、これ正面なのでこちら側に合わせて中心線を合わせて写します。で、この時にこの木材もそうなんですが型紙よりもちょっと幅が狭い、木材になってしまっています。こういう時は、重要な方、中心線に合わせると、どちらかが欠けてしまうみたいな時があったら重要な方、今回はこのくちばしが、厚みがあってほしいので中心線に合わせてもしくちばしが狭くなってしまうようだったら短くなってしまうようだったらくちばしに合わせて型紙を写して大丈夫です。こういうふうに今回はこうやってやります。はい、かけたら裏返して反対も写します。同じようにくちばしを優先して、はい、木材に型紙を写しました。側面の余分の型紙を写し終わったらこれを取っていきます。まずは入り墨にノコギリを入れます。はい、側面にノコギリを入れました。入り墨のところにノコギリを入れています。これができたら、この線の外側を取っていきます。正面の時とやることは一緒です。この線の外側の部分をまず斜めに落として、これは小刀でも平刀でもどちらでも大丈夫です。線の外側を斜めに取りました。これができたらこの真ん中の部分、斜めに取ったところの中の部分を取っていきます。はい、それでは正面と側面の余分が取れたので、ここから斜めを掘り出す作業やパーツを掘り出す作業をやっていきます。はい、まずはパーツを掘り出します。一番わかりやすいところはこのくちばし、このくちばしの横幅をまず調べます。2分5厘。なのでこの中心から、片側1分2厘、1分3厘ぐらい取っておけば大丈夫ってことになりますね。はい、まあ、こんな感じです。で、ここの中にくちばしが入っていて、この部分はくちばしに釣られてきたいらない部分っていうことになるので、この部分を取ります。まずは、深丸刀でこの横の部分を取って、はい、その後小刀でこの上と下をつなげます。これで、くちばしのパーツがとりあえず掘れました。では見本を見ながらここからやっていきます。このアマビエでは荒彫りで取ってはいけない部分っていうのがあります。それはこの髪の毛のここの部分、この部分っていうのは、この角材の角の部分を使うので、ここを間違ってパキッと取ってしまうと、失敗になってしまうので、ここは取らないように印をつけておきます。で、同じようにこの耳の、先端もこの角材のまま結構残っている部分なので、ここも取らないように印をつけておきます。型紙を信じて大丈夫だと思うので、この側面を見た時のこの部分、ちょうど中心線に、下の部分が当てはまっていて、で上の部分もちょっと出るけどあるって感じですね。なのでこの下から測って、8分3輪ぐらいかな、8分だいたい3輪ぐらいのところにまず印をつけます。8分3輪、8分3輪から上は1寸5輪。これが、この下と上がこの下と上になります。なのでここを中心線から始まって、こう、これが耳が入っている位置になります。ここを取っちゃいけないよっていうことですね。はい、反対側も同じものを描きます。あとはこの足というか、尾びれというか、このところも、まあ、ここからはあまり取らないので、
今あるこの角の部分にマークをつけます。ここも取っちゃいけないよってマークですね。あとはこのアマビエの尾びれはこの 1,2,3 つに分かれているので、この後ろの尾びれ、これは中心線のところにあるので、ここも取らない。あとは手の位置も一応変えておきますかね。手の位置、あと髪の位置も流れとして変えておきますか。髪の毛がこう上の部分からこう流れてきて、耳の後ろを流れてこう来ると。で、顔の位置。顔の位置は、下から8分、7分5輪、7分8輪ぐらいかな。で、大体の顔の位置、下の位置はここぐらいで、で、横から見ると、まあ、こんな感じ。はい。で、こうなると、この手みたいなヒレが、こう来ると。まあ、これで大体、必要になってくるパーツは絵が描けました。では、この取ってはいけない部分を目印にして、いらない部分を取っていきます。まず、わかりやすいいらないところは、この髪の毛の、ここがまずいりません。なので、小刀で、で丸刀で取ると、はい。で、あとは足の部分か。足の部分は、ここの先端、左右のヒレの先端から尾びれまでこういう風にいらない部分が結構あります。このこういらないっていうことですね。なのでノコギリを使ってちょっとこの下の部分にノコギリを入れちゃおうと思います。あんまり入れすぎるとそれはそれで失敗になってしまうので、まあ加減を見ながら、まあ少し余裕を見ながら、まあ、いらない部分を入れると。で、この髪の毛の下の部分、ここの部分も同じようにノコギリを入れますが、この尾びれのところに比べるともう少しちょっと、必要な部分が出ると思うので、必要な部分が多いと思うので、下のノコギリに比べると、浅めにノコギリを入れます。はい。ちょっと感覚的な言い方になってしまって申し訳ないですが、はい。で、平刀の一部で、取ります。少しヒレのイメージが出た気もします。で、前側の部分は、少しだけ内に入れてるので、小さい丸刀でこの中心線に向かって少し掘ります。反対側からも、はい、これを上の方にもつなげて、でこの顔も胴体も、上から見るとこう丸くなってるので、この角の部分は、顔も胴体もいりません。なので顔も胴体も取ります。斜め、斜め取りました。この時斜めをどのぐらい取るかっていうのは、この上から見た時、丸くなるように取るので、こっちも丸くなるように八角形になるように取ります。ということで後ろも取ります。
斜めを取ります。はい、この時手の先端は、取っちゃわないように、取っちゃうと失敗なので、まあ、まだ、八角形とは言えないですが、まあ、だいぶ取れました。最初は余裕を持ってこのぐらいにしとこうかなと思います。で、この八角形を取ったら上の部分が角張ってますよね。なのでこの角も同じように角を落とします。では、いらない部分、ザザッと取れる部分は、取ったので、ここからは丸刀などで形を作りながらいらない部分を取っていきます。はい、でこの、角材、今彫っているやつと見本で、すごい大きな違いは、今はここズドーンとまっすぐですが、この仕上がってるやつは顔と胴体に、なんていうんですかね、この分岐があります。分かれてますよね。丸くあって胴体があって、なのでその、分岐の位置を丸刀でつけます。これはもう形をがっつり出すっていうよりは目印としてくぼませるっていう感じですね。こうあんまり意味のない印のようにも感じるこの丸刀の通しなんですけど、これがあることでぐっと、分かりやすくなると思います。顔と胴体の分かれ目を作りました。次はこの頭、髪の毛と顔の分かれ目を引きます。どうですか。顔と髪の毛の分かれ目引きました。正面から見た時の胴体の形っていうのは、この尻尾の流れがあって、で鱗があるのでちょっと胴体の形分かりにくいですが、胴体は、こういう風になってなっています。で手があって、で尾びれがあって、で顔があって、こんな感じです。この胴体の形を、簡単にでいいので書き込みます。はい、で胴体と尾びれがある。はい、こんな感じですね。でこの部分は、手と髪の毛があるのでこの部分はありますが、それ以外は胴体の部分なので、ちょっと意味が分かりにくいかもしれないですが、こういうふうに取ってしまって大丈夫です。この時手は、取らないように注意です。この印の体の線から出てる部分、これはいらないので取ってます。深丸で取りました。でその後この2部の中浅丸でちょっと鳴らすように取ります。反対側も取ります。はい、こんな感じです。手が胴体から浮き出たのが分かると思います。次はじゃあこの髪の毛、頭の部分、ここが平らすぎるのでここを取ります。見本を見るとここが丸くなって、丸く膨らんで、こちら側が丸くへこんでいます。なのでその形を出します。明らかにこの部分が長いせいでここが平らになっているので、から下ぐらいをへこませます。こういう風に R にします。これを、書くだけでもなんかあれですよね、丸くなりそうですよね。はい、こんな感じ。はい、
ではこれを中朝丸で取ります。もうこの辺はもう、大体です。大体で取ってます。はい。でここの上の部分の斜めが取り足りていないので角度がおかしいせいで上が長くなっています。なのでこの角度をもっと倒して取ります。はい、調整ですね。はい。それではこの顔の斜めの部分取りましたよね、さっき。ここと同じように体の斜めの部分を取りたいと思います。小刀を使ってこの尾びれのここの角度を作っています。はい。で反対側を、この胴体の部分を同じく斜めに取ります。手を取らないようにここでも注意です。はい。なんかだんだん形が出てきましたね。さっき入れた区切りがちょっと薄くなったので改めて区切りを入れてこの区切りに向かってこの顔の部分を取ります。斜めに取る。はい。ここの斜めを取ったことでこの顔の丸みを出してます。それでは耳を出しちゃいますか。耳を出さないとこの横幅がいつまでも、太いままなので正面から見た時の耳の幅、これは、顔の幅を測って、顔を出して耳の残ったところを耳の厚みとしてもいいですし、耳の、厚みを調べてそれを、記して耳を出して、まあ、残ったのが顔の幅っていう風にしてもどっちでもいいです。今回はどうしようかな。顔の幅でやろうかな。顔の幅は7分5厘、1、2、3分7厘、この3分7厘、3分7厘で幅を出したので、まあ、これが丸く書けば見本と大体同じ、顔の大きさになります。で耳はここなのでこの、線の外側の耳までのところはいりません。なのでここを取っちゃいます。で丸刀で取って小刀にちょっと鳴らして側面が出たので上の斜めを鳴らします。下も取ります。でこれでだいたい顔の大体の形が出てきました。では次耳を出します。耳を出すんですがこの耳髪が若干かかりながら耳を出しているので上の部分はこうやって取ってしまって耳の周りちょっともう丸刀であんまり、いきなり深くやらないで薄くでいいんで形に取ります。耳の形に丸く取ります。じゃあこの髪の毛ちょっとあちこち行って申し訳ないんですが髪の毛この髪の毛はこう斜めに今はこう角があるんですけど角は取って、角を取ってしまいます。髪の毛の角を取る。こっちもこの尖った角を取ります。先端は取らないですよ。この先端の上の部分取って反対側からも取ります。はい、こんな感じでは、ちょっと斜めに入れていくところを入れていきます。この手もこう先端のところからこの髪の毛の方に向かってこう斜めに入っていくのでここを斜めに入れます。
なので最初分かりやすいようにこの髪の毛と手の境界線を丸刀で入れます。この時、まあ今のところはこの髪の毛の線を取っちゃわないでこの手の方を取るようにしてこういう風に取ります。はい。で、手が取れたら先端は残しながら小刀でこういう風に斜めに取ります。こっちも斜めに取る、先端は残しながら斜めは取ります。次は耳ですね。耳も、この先端の部分は高いですが根元の部分は、低い、こういう風に斜めになっています。なので同じようにこれも先端の部分は取っておいて斜めに取る。反対側も先端の部分は取らないで根元は取ると。で、この髪の毛ですが、後ろから見るとこう丸く膨らんでちょっとここを絞って先端に広がるようにしています。この方が、なんかメリハリがあるので絵を描くとここの部分はちょっと絞るような感じで、はい、ちょっとこう正面から見ると上が平らすぎて角張っているのでこの角が取り足れていないみたいです。なのでこの角を取って丸みをもう少し出します。こう見本を見ると、後ろから見たら髪の毛よりも耳が外側に出ているのでこの部分は取ってしまいます。髪の毛の横幅を少し取ります。これを取ったことでこのくぼみが少し狭くなったのでまたここも改めて取ります。はい、で今、このヒレが単なるこう塊になっているので特にこの後ろ、線を描いてこういうふうに3つに分かれているように線を描いてでこれに合わせていらない部分を取ります。一部の平刀で、はい、でこの前側のこの線の下側この部分もいらないのでちょっとついて、で顔と体の分岐のところがまた曖昧になっているので今回は小刀で、ちょっとくっきり出してあげます。顔からも体からも V の字に入れて完全に分けちゃいます。はい。で今唇の形が、ただの四角なので少しこの形に近づけたいと思います。でこの位置なんですけど見本と比べるとかなり下側にあるのでちょっと上側に移動して形を作りたいと思います。だいたい幅が1分5厘なので今この2分あるので1分5厘に縮めます。この下側は顔と同じ高さにしちゃいます。で、だいたいの外枠の大きさが同じになったら今四角なので、このくちばしの中心と中心
化が変わったので新たな中心を引いてあげて、この沈みを取ってあげます。順目に取ります。まあ大体の、簡単な形が出ました。はい、まだまだ荒彫りの途中ですが、一回ぐるっと回してみたいと思います。はい、まだまだ角張っていますが、なんとなくの雰囲気は出てきてますよね。はい、ここまで来たらあとは見本を見ながら調整していくだけです。今ある面をもっと細かくして、まあ見本ですとか自分の理想に近づけていく。はい、はい、それじゃあ荒彫りを続けていきます。もうパーツ自体は全部出ています。なので形を整えていきます。この髪の毛の部分は流れを出したいので、ちょっとこの面をつなげてみます。面をつなげながら、いらない余計な部分は取っていく感じ、まあ、角とかそういうことですね。はい、髪の毛の流れを出したことで、余分な量がかなり取れました。それにつれて、なんか顔の大きさが目立つというか、まあ髪の毛とかもなんかペタンって見えるので、髪の毛にやったようなことを同じく顔にやりたいと思います。角張ったところを取ってつなげる。大きすぎる面が、正面の面が大きすぎるのでちょっと割ります。はい、いらない角を落として、だいぶ形が出てきました。ちょっと一周ぐるっと回します。はい、やっぱりまだちょっとガタガタしてるし、いらないところも多いですが、まあ、ほとんど同じ形になってきました。くちばしの形を、まあ、ある程度、まあ、他の体のところと同じぐらいまで進めようと思います。まずくちばしの中心線はもう書いてあるので、ここから、この半分から上を斜めに落とします。ひっくり返して中心線から下側に斜めに落とす。これで横から見るとくちばしが尖っています。はい、これができたら、このもともとあった中心線、これから、まあ、さっきは上下にやったんですけど、次は左右に斜めに落とします。この顔に、端っこが顔にちょうど来るぐらいの感じで、はい、これで上から見た時にくちばしが斜めになってます。で、あとは、まあこれ書かなくていいんですけど、この中心から斜めに落とす。こっちも斜めに落とす。
はい、斜め斜め、はい、これでだいたいくちばしっぽくなりました。ちょっと浅いですね。浅いので、まあ顔を仕上げるときにもうちょっとくちばしの高さが出るように顔も仕上げたいと思います。それでは一回彫刻刀を研ぎ直してから他の部分の整理やっていこうと思います。はい、それでは整理をやっていきます。今あるこの面を、整えながら、もう少しいらないところを取っていく感じですね。こう今見るとくちばしが、ペタンと薄っぺらいので、もう少し顔を取ってくちばしの厚みを取ろう、くちばしの厚みを出そうと思います。くちばしの厚みはこのぐらいでいいかなと思うので、あとは面を整えていこうと思います。顔とか頭とかはもうこのまま整理して仕上げまでやっていきますが、体はある程度整えた後には鱗を出したり、そして鱗を出すとこのヒレももっと中に入れるように削り直すので、今の段階では本当に凹凸を取るぐらいで大丈夫です。仕上げとかはしないで大丈夫です。でやっていきます。はい、だいたい整理が終わりました。一周ぐるっと回してみます。はい、ここまで来たらこの鱗、これを掘り出したいと思います。で、鱗の大きさとか枚数とか、まあそういうのは決まっていないので、まあ掘られている方の好みでいいと思うんですが、まあ一つはこの1段目の鱗を描いたら、その次の鱗はその間に入れる。で、順番に、で、2段目の鱗ができたら、3段目はその間に入れるっていう風にやると、まあ、いいのかなと思います。で、後ろにも1枚やるっていう感じですね。では、まず、描き込んでいきます。はい、鱗を描くことができました。で、鱗は、形があった丸刀でこういうふうに刃裏を使ってつくような感じで形を出します。ついて、ついたところにこうやって向かって削ってあげると鱗が浮き出るので、これを繰り返します。で、これをやることで、下の鱗の絵が消えてしまっても、気にせず、また描く必要があればまた描けばいいしっていう感じで気にせず削ります。で、この決まった内丸を使うことで、一つの内丸を使うことで鱗の形も、同じ大きさになるので、一つの、丸刀を使うようにしましょう。で、最初に描いた下絵はあくまで、目安としてだけなので、ついた時に、
ちょっとその絵とずれてしまっても気にしないでいいです。彫刻刀を信じましょう。これで1段目の鱗が出ました。では2段目も同じようにやっていきます。はい、これで全ての鱗を掘り出すことができました。で今は鱗は荒彫り状態なので、ガタガタしてますし表面もそんな綺麗じゃないのでこれを整えていきます。今やったのはこういうふうに、なんていうんですかね、この鱗を掘り出した感じですけど、次はこの表面の鱗2段目から先端のところは取らないで根元の方を取って高さを出す感じ。この先端のところを取っちゃうとなんかデコボコしてしまうので先端は取らないように注意ですね。はい、で高さが出たら小刀で鳴らします。この鉛筆の、文字鉛筆の跡も消えるようにして、この時は表面も少しだけ鉛筆の跡を消すぐらいの量だけ取ります。はい、表面を小刀で軽く鳴らしてこの周りの鱗を最初に荒取った時と同じのみで改めて突き直してみました。だいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。これができたら、鱗の下の部分のこの尾びれのところ、ここをもう少し形を出したいと思います。ここ、切れ込みを入れているので少し分かりにくいですが、4面に分けています。一つのヒレを、なのでこの先端から、まず、尖らせるというか、内丸刀でこれ鱗を彫った時と同じのみです。こういう風にやって4面になっているのが分かりますかね。ちょっとピント合ってないかな。1面2面3面4面になるように取りました。これを他の2枚でもやります。はい、尾びれを、それぞれ4面に内丸刀で取りました。これで全ての場所の形が、出ましたので、あとはもう仕上げるだけです。全てのところを仕上げます。ここから特に、見せるところはないので、今ある面の凸凹を取りながら、ちょっと面が大きいかなっていう、この髪の毛とか、これぐらいでもいい気もするんですが、もう一面割ったような、割ってもいいような気がするので、それも割ってみたいとか、そのぐらいです。あとはもう自分が気が済むところまで綺麗にするだけ。はい。
では仕上げ終わったところまで飛ばします。はい、表面の整えが終わりました。一周ぐるっと回してみます。はい、こんな感じ。あとは、切り込みを入れて、あとは色を塗って終わりです。切り込みを入れてるのは、このくちばしに横の切り込み、あと耳に2本の線で、この4面に分けた尾びれそれぞれの中心に、切り込みを入れています。はい、ではやっていきます。口のところの横の切り込みは小刀を使って、この、尖っている頂点になっているところに当てて、なんかオスみたいな感じですね。はい、こんな感じで、耳の、切れ込みは鱗とかを彫るのに使った彫刻刀で、できるだけ真ん中あたりで丸刀を入れてで、小刀で反対側から感じです。はい。で、足みたいな尾びれのところは、確か前回はもっと薄い丸刀か何かを使ったような気がするんですけど、今回はやっぱりこの鱗を作った時の小刀で、耳と一緒ですね。中心のところをこうやって引いてあげて。やっぱり小刀で、はい、こんな感じで、うまく取れなかったら小刀とかで、ちょっと取ってあげる。これを全部にやります。で、やったとこまで飛ばします。はい、切り込みが入れ終わって、掘る段階での仕上げが終わりました。一周ぐるっと回します。はい、こんな感じです。これから、台を切り離して、色を塗って、今回は色を塗るのでそれで完成ですが、色を塗らないんでしたらもうあとは目を入れて、それで終わりにしてもいいと思います。目を入れる位置は、特に何の決まりもないので、 お好みでやっていただいて大丈夫なんですが、まあ、軽く鉛筆で、まあ、左右の位置がずれてなければそれでいいのかなと思います。まあ、色塗らないんだったらサインペンか何かで簡単に目だけ入れてあげればいいかなと思います。じゃあ台を切り離して、色は、見せなくても大丈夫ですよね。ただ塗るだけなので、特にこれも、こだわっているところなどないんですが、色が、並ばないようにランダムになるように塗ってます。ピンク、青、あ、鱗ですね。ピンク、青、緑で塗ってますね。はい、そんな感じです。はい、ということで、見ながら掘れる木彫り動画のアマビエ編、これで終わりとなります。アマビエは今まで掘ってきた見ながら掘れる動画の、作ってきたものの中では、難しい部類に入ってしまうので、まあ、僕自身も掘りながらちょっと考えてしまうところがあったりとか、分かりにくいところもあったかと思います。なので、分からなかったところとかはコメントでいただければ文章での返事になってしまうと思いますが、お返事させていただきますので、コメントよろしくお願いします。ということで、もしよろしければ参考にして掘っていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこれで終わりとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。